星崎さん。行きたいところがあって。星崎さん、ちょっと、うん、星崎さん、ほほう、
ですね。出てきたよ。なんでしょうこれ。通知？あ、これがさっき言ってたリフナビですね。答えてくれるかも。よし、いい感じ。よし
やったね。うん、こんなところかな。どうだった？ありがとうございます、星崎さん。その、これからもわからないことがあったらいろいろ聞いてもいいですか？まだ私何にも思い出せなくて。もちろん、私にできることだったら何でもするよ。ただできれば心に聞いてあげてほしいかな。うつぼさんに？私たちの中で一番志保さんのことを知っていて、手を引っ張ってあげられるのは心だと思うから。そうなんですね。何かしなくちゃって思うんです。でも、私は一体何をすればいいんでしょう。記憶をなくして、この世界に来てしまって。何をしたら正解なのかわからない。生き方すらどこかに置いてきちゃったみたいです。そっか。私もさ、この世界に来た時はそんな感じだったんだ。志保さんと違って記憶はあったけど、それでもすごく心細くて不安だった。どうやって乗り越えたんですか？正直今も不安だよ。でもね、あの三人とならやっていけると思ったんだ。一緒に探そう、私たちのやるべきこと。私はさ、他のみんなほど頼りにならないかもしれないけど、力になるから。そんなことないですよ。一人じゃないんだって思いました。そっか、それならよかった。じゃあさ、早速探してみようよ、志保さんのできること。さっきいろいろ回ってみてさ、何か気になったものなかった？そうですね。料理。お！キッチンを見て思ったんです。料理なら私にもできるかもしれません。おお！それはめっちゃ助かるかもしれない！本当ですか？今までは探索に参加しない勇気がお食事当番で、たまに他の人も手伝うって感じだったんだけど、志保さんが手伝ってくれるならみんな喜ぶよ。力になれるよう頑張りますね。あ、そうだ、ちょっとお願いがあるんですけど、いいですか？うん、何でも聞いてよ。私、ウツボさんに何か作ってあげたくて、材料と道具をお借りしたいんですが。ああ、なるほど。もちろんいいよ。でも、何を作ればいいか迷っていて、ウツボさんの好物とかありませんか？そうだな。心は何でも美味しいっていうタイプだからな。きっと心は、志保さんが送りたいと思ったものなら喜んでくれると思うよ。私が送りたいと思うもの。私も協力するからさ、一緒に考えてみよう。はい、よろしくお願いします。そうだ！うんうん。
そうだな。よし。こんにちは。どこに行くの？
そうだ。そうだ。楽しかった。ありがとうございます。よろしくお願いします。どれにしようかな。
材料は足りてるかな。任せといて。はいはい、任しとき。頑張りますね。どれを使う？この材料にしましょう。どれを使う？始めましょう。しようかな。これにしよう。どれにしましょう。始めましょう。できた。どれにしようかな。何を作ろう。材料は足りてるかな。はいはい、はいよ。わかりました。どれにしよっかな。これを使うのね。どれにしようかな。始めましょう。できた。何を作ろう。これ作ろう。何を作ろう。これにしよう。頑張るよ。はいはい、任しとき。わかりました。どれにしようかな。君に決めた。どれにしようかな。始めましょう。できた。どれにしようかな。これ作ろう。何を作ろう。材料は揃ってるかな。
よ。どこ行きたい？
にしようか。今日はこれの気分。何を作ろう。これにしよう。頑張るよ。はいはい。はいよー。頑張りますね。どれにしましょう。君に決めた。どれにしようかな。一丁やりますか。できた。何を作ろう。また何かできたんだ。どこに行くの？
わかった。ありがとう。レナさん。そう？うん。楽しかった。あなたのこと、もっと知りたい。よし！やったね！よし！やったね！よし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 ！うん！よし！うん！よし！よし！いい感じ！いい感じ！作ろう。どれにしようかな。これにしよう。どれにしましょう。よし。かな。何を作ろう。これにしよう。任せといて。はいはい。はいよ。わかりました。どれにしましょう。どれを使おう。どれを使う。どれを使おう。どれにしましょう。よし。できた。コーヒーか。ちょっと意外だったな。私も最初は料理を作ろうと思ってたんですけど、
なぜかふと頭の中に浮かんできて。頭の中にか。うん、じゃあ早速心に飲んでみてもらおうよ。はい。私、あなたのことを覚えていなくて。こっちこそごめんなさい。気持ちが整理できてなくて。大好きだった志保ちゃんが私のことを覚えてないと思ったら、なんだかとっても胸が苦しくなったのです。私もこの前まで志保ちゃんのことを覚えてなかったのに、勝手だよね。うつぼさん。それに、もしかしたら、私が志保ちゃんをここに呼び出しちゃったんじゃないかって思って。私を呼び出した？本当のところはわからないのです。でも、あの時私、志保ちゃんに会いたいって思ってた。その気持ちが、普通に暮らしてた志保ちゃんをここに連れてきて、記憶も奪ったんだとしたら、私、顔向けできない。私、志保って呼んでくれる人に出会えて、すごく安心したんです。もしかしてこの世界には、私しかいなくて、誰も私のことなんて覚えていないんじゃないか。そうやって不安になって心細くて。でもあなたがいてくれた。あなたが私のことを覚えていてくれた。だからありがとう、うつぼさん。私のことを忘れないでいてくれて。しほちゃん。それで、その、お礼代わりになればと思って、こんなものを用意したんですが。コーヒー？飲んでみてくれませんか？うん、もちろんなのです。甘いのが好きか苦いのが好きかわからなかったのですが、どちらがいいですか？それじゃ、甘いので。美味しかった。志保ちゃんすごいのです。ありがとうございます。私もなぜかはよくわからないんですが、体が勝手に動くんです。どうすれば美味しくできるのか本能で理解してるというか、まるで昔やったことがあるみたいに。この音、心！うん、きっと。何？この通知。心トープ、これって。心の時は、秘密基地をきっかけに心トープが出てきた。きっと志保さんのきっかけは、コーヒーだったんだ。あそこに行けばきっと。うん、見に行こう。
相変わらず偉そうな。この火事のことかな。なんでこんなところに火事が。元からあったよね。誰が置いたのか知らないけど。この世界に元からある仕組みってこと？誰が？何のために？よくわかんないけど、ひとまずこれを回せばシゴさんの心トープに行けるんだよね。私の心トープ。どうしたの？ウツボさんは怖くなかったですか？え？私怖いんです。その心トープって心の世界なんですよね。そこを歩き回って私の心がどうにかなったりはしないんでしょうか？それにその中に人に見せられないような私がいたらと思うと、皆さんを入れるのも怖いです。志保ちゃん、確かにちょっと怖さはあったのです。でも記憶をなくす前のことを知りたかったし、青ちゃんのためにこの世界について調べたかった。それとみんなには言ってなかったけどね、青ちゃんが羨ましかったんだ。え？私が？帰りたいって思えるということは、帰る先に大切な何かがあるということで、それはつまり大切な思い出が何かしらあるということで、それが羨ましかった。だから記憶を取り戻して確かめたかったのです。本当のウツボ心は大切な思い出をたくさん持ってるんだって。心、そんな風に思ってたんだ。ねえ志保ちゃん、一緒に本当の志保ちゃんを見つけに行こう。私にも大切な思い出があるでしょうか？きっとあるのです。もしなかったらその時はここで一緒に思い出を作っていこう。ウツボさん、わかりました。私行ってみようと思います。うん、よーし、それじゃあ準備ができたら行こっか。ところで、あなたたち一体何があったの？突然スマホに通知来たけど。みんなでコーヒーを飲んでた。それだけ？きっと何か理由があるんだよ。はい、私もそう思います。もしかしたらその答えが心トープの中にあるのかもしれません。時間ある？おは、どうかしたの？ううん、大したようじゃないんだけど、もしよかったらちょっとお散歩しない？いいよ。じゃあ行こっか。あおちゃんにはすっごく感謝してるんだ。そんな感謝されるようなことした？青ちゃんが来てからいろいろなことが起こって、それで私の特別な思い出を取り戻せたから。それって私のおかげってわけでもないと思うけど。でも心トープが現れたのは青ちゃんとのお話がきっかけだから、
ちゃんのおかげなのです。まあ心がそう言うなら素直に受け取っておこうかな。あれ、レナさん、どうかした？それが保健室の扉が開かなくて困ってて。怪我でもしちゃった？大丈夫？いや、眠たくてさっきまでここのベッドで休んでたんだけど、出るときに忘れ物しちゃって。鍵も一応持ってきたけど、どうにも開かないみたいで。扉を閉めた拍子に鍵が壊れちゃったのかな。やっぱり無理やり開けるしかないか。まあまあ落ち着いて。ちょっと助っ人呼んでこよっか。助っ人？助っ人参上。ゆうきちゃん手先が器用だから鍵とか開けられないかなって。任しとき、このヘアピンで。お、開いた。おお、すごい。あはは、褒めれ褒めれ。ありがとう、ゆうきちゃん、助かったよ。一応感謝しとく。うつぼさんと星崎さんも時間取らせて悪かったね。ううん、いいの、ちゃんと会えてよかったね。心、昔は引っ込み思案でいじめられてたらしいけど、今の心にはそんな面影は全然ない。辛い思い出を糧に頑張って変わったんだろうな。今までの心のこと、もっと知りたい。
し。いい？付き合ってほしいことがあるんだけど。うん、いいよ。付き合ってほしいことってこれ？嘘は言ってない。でも先に言ってくれればいいじゃん。言ったら逃げるでしょ。まあそうだけど、だって全然わかんないし。どこがわからないの？全部。そんなんで今までどうやってきたわけ？要領と運？ムカつく。いやいや、それほどでも。褒めてない。基礎から教えるから全部覚えて。じゃない。なんだかんだ言ってレナさんはかっこいい人だと私は思ってる。みんながなあなあにする部分、楽しければいいやと後回しにすること、そういったところを全部見抜いてレナさんは指摘する。レナさんがいなかったらこの世界での私たちの生活はうまく回っていなかったかもしれない。嫌われるのが怖くない人なんだろう。私にはできない。よっしゃー、全問解けた。はい、じゃあ次はこの応用問題ね。もうよくない？覚えてるうちに鳴らさないと定着しないから。うげー、優しいよな。ここまで面倒見てくれるなんて。噛み砕いて説明してくれるし、教科書に載ってないことを聞いてもパッと答えてくれるし。で、止まってる。はいはい、やりまーす。だから私はレナさんのことをかっこいいと思う。どうしてレナさんはレナさんでいられるのだろう。いやー、暇で暇でしょうがないから遊び相手探してたんだよね。今時間ある？いいよ、暇といえば暇だし。何して遊ぶの？いろいろ用意してるよ。フリスビーにバドミントン、野球のボールとグローブ。準備がいいな。早く行こう。よーし、次は何する？ちょっと待って、一旦休憩にしよう。勇気も疲れてるでしょ。いや、まだまだ平気。いや、明らかに限界近いでしょ。はい、休憩。勇気に付き合ってたら
体がいくつあっても足りないよ。ひひひ、まだまだ修行が足りませんな。勇気だってバテバテだったくせに。少し休憩したら次はキャッチボールね。ちゃんと休憩したらね。ほんと、このちっちゃい体のどこからそんな元気が湧くのやろ。ちっちゃい言うな。褒めてるつもりなんだけどな。バカにしてるようにしか聞こえないんだけど。ま、ちっちゃいっていうのは言葉のあやだよ。何事も全力で取り組むところがすごいってこと。そんなすごいことやってるつもりもないけどな。私、あんまり何かを全力でやった経験ってない気がして。勇気を見てるとちょっと羨ましくなる。羨ましがられるようなことなんてないよ別に。よし、休憩終わり。次やろ次。
とね。いいね。でも